岩間新信号二周年会、岩間神信号二周年会とは、合気道改造、上柴森平の晩年に長く支持した、斉藤森博の息子である、斉藤仁志博が主催する、合気道団体、茨城県笠間市を中心に活動している。斉藤森博時代は、合気会に所属し、上柴森平が、太平洋戦争中に、岩間に創建した合気神社を管理しながら、 活動を続けていたが、斉藤森博政教後の2004年、愛機会から独立した。岩間時代における、上芝森平の技法を忠実に守ることを重視し、上芝森平が1938年に刊行した、武道に掲載された写真に非常に近い技法を指導している。稽古方法もしっかりつかませる、固い稽古と呼ばれる稽古を重要視し、 技の中で当て身をはっきり表現する傾向がある。また、上芝森平が編み出し、斉藤森広がまとめ上げた、合気家に合気勢を熱心に指導するなど、他の合気道団体では指導されない傾向にある武器技を重要視し、また武器技と体術との関連を重視する。なお岩間スタイルでは、素手で行う合気道を体術と表現する。それ以外にも、手裏剣や、 木刀での立ち着や、王木の鍛錬打ち等、他の合気道各派ではあまり行われていない稽古法があることでも知られる。こうした技法内容は岩間流あるいは岩間スタイルとも呼ばれる。学生や外国人等を合宿や内弟子として受け入れていることでも知られる。ありがとうございます。